エルファンタズモとはなんだこの問いに私は何度も何度も数えきれないほど考えてきた。自ら株を下げたことだって何度もある。だが、それがなんだ彼は何度だって滑り散らかす。はい、お疲れです。えっ、ー、と、昨日の G1 決勝戦の第6試合で組まれてた え本体対ハウス・オブ・トーチャー。ちょっとこれについてのまあ感想兼、えー、エル・ファンタズモ選手についてですね、まあ、僕の見解とかをちょっといろいろ語っていこうと思います。はいえー、まず昨日のハウス・オブ・トーチャー対本体。この試合のテーマって、ファンタズモの今後の行方、ファンタズモと邪道の関係。まあ、これが一つのテーマみたいな試合だったんですけども、まず結果から言うと、めっちゃ滑ってたなっていう。うん、で、このファンタズモに対する このストーリーリってて誰得なんていう、まさでで、この試合イーヴィルが最初ファンタズモにハウス・オブ・トーチャーの T シャツを渡してでそれを受け取ったファンタズモが本体を裏切ってハウス・オブ・トーチャーに入るかそれとも「俺はハウス・オブ・トーチャーには入ることはできない」「あーどうしよう」みたいに「どうしよう」みたいな感じでファンタズモがずっと頭抱えて悩み続けるっていうのが ずっと続いてたんでですよねで僕割と近かったんでずっとこのファンタズモの動向を見てたんですけども大体いい何分ぐらいだ78分ぐらいはずっとファンタズモがリング下で頭を抱えてで T シャツを見ながら T シャツとずっとにらめっこしてなんかいろんな悩みとこう戦うファンタズモみたいなそんな感じで正直ね観客の空気感もね え、ちょっともうファンタズモ。もう何がしたいねん。っていう。そんな感じの空気も若干ありましたね。はい、うんでね。このファンタズモのこの頭抱えてる姿がすごい。露骨すぎておいおい。ファンタズモよ。これどっからどう？考えてもタイミング。いいところで本体を助けに入って。 T シャツを投げ捨てる。それの出番待ちじゃねえかよっていうね。それがちょっと露骨すぎて、なんかそれもね、ちょっと僕的には、ちょっとしらける大きなポイントになったっていう感じですね。はい。しかもだんだんこう出番が近づくなってくると、ファンタズモがポジションをリングサイド周りに移動して、でもリングサイド周りでも、なんか頭を抱えながら、ずっとこううろうろするみたいな。おいおい、ファンタズモよ。飯塚じゃねえんだからよ。な、飯塚もたまにこう頭抱えながら、ね、 うわうがーとかってやってリング周回してるけども、ファンタズム、飯塚じゃねえんだからよ。もう、いもういいから早く終わらせろよっていうああ。僕はそんな感じで見てましたね。で、まあ、最終的な結果的には、えー、棚橋さんのピンチを、ファンタズムがカットに入って、えー、ハウス・オブ・トーチャーを蹴散らすみたいな。でも、成田がさりげなく、こう、棚橋さんにベルトを渡して、こう、棚橋がファンタズムを攻撃したんじゃないかっていう、なんかそういうシーンを作って、 あの時点でね、いやいやもう、もう引っ張るなよ。もうやめてくれよっていう、もう僕はもうイライラマックスでしたね。はい。で、最終的なオチは、ファンタズモも、棚橋も、もうみんなが、ハス・オブ・トーチャーに、フルボッコになって、えー、今回の試合は終了するみたいな、まあそんな感じで終わったんですけども、まあもうほんと結果的にね、誰も得をしない、何も面白くもないストーリー。しかも、この、 G1 期間丸々1ヶ月間引っ張ったこのファンタズモのこのネガティブストーリーこれのオチがこのただのしょうもないオチってさもう相変わらずのファンタズモクオリティだなっていう、うん、もうそれは思って仕方なかったっすねはいでまあこれ僕口すっぱく言ってるんですけどもファンタズモって 自らが作るファンタズモ自家製ストーリーってよく滑りがちな傾向があるっていうのをよくあの前から言わせてもらってたんですけどもまあ今回の一件もそうですしかつてファンタズモがジュニアタック時代の時にこの靴の中に何かが隠されているこのストーリーこれも結構長い期間引っ張ってでも最終的には落ちすげえしょうもなかったですこの時の滑り散らかしたファンタズモストーリーと今回の邪道との亀裂ストーリーが この滑り具合とかすげえ似てるんですよ。だからこれらのストーリーっておそらくファンタズモが自ら考えたファンタズモオリジナル自家製ストーリーなんですよね。だから結果的にやっぱりファンタズモの自分で作るストーリーはクソつまらないし誰も得をしない。そしてこのファンタズモが作るストーリーって自分だけじゃなくて周りを巻き込んでしまうんですよ。今回に関してはハウス・オブ・トーチャー、そして棚橋社長、矢野徹、ボルチン・オレック、海野翔太。 こうやってファンタズム自身だけで勝手に滑ってくれるんだったらいいんですけどもみんな巻き込んでみんな滑ってしまうっていう誰も得をしないジュニアタックの時もそうでしたよ他の対戦相手チームもみんな巻き込んでこの靴の中には何が隠されてるんだっていうのをずっと延々と引っ張ってでも最終的な落ち全く面白くないで結果的に靴の中のストーリーもみんな巻き込んで誰も得をせずに終わった。 まさしく今回と一緒なんすよ。だから僕はね、このファンタズムがこのネガティブストーリーが始まった時、そしてなんか邪道とのこの亀裂問題も発生した時、僕はもう真っ先に思いましたよ。ああ、これは変に期待しちゃダメだ。これは変に期待しない方がいい。期待してしまうとただバカを見るだけ。 最後は滑りり散らかして終わりもうこういう風に見てたんでまさしくその通りになってちょっと呆れてしまうというか、うん、もう逆に笑えてくるっていうそのレベルっすねはい、はい、なのでですね、まあ、今回のこの滑り散らかしたこのファンタズモ劇場も,も踏まえて改めて思いましたけどもファンタズモって自ら自分の株を下げてしまう自ら不必要なストーリーを入れてしまうことによって自らのこの評価を下げてしまう その結果が今、ファンタズモが結局中途半端なポジションで終わっている。このファンタズモの今のポジションを作ってしまう大きな要因のうちの一個が、この自らの評価を下げてしまう、このダダ滑りのストーリーを作る、うん。やっぱこういうところがね、ファンタズモの一番の問題点なのかなっていうふうに思いますね。うん、ファンタズモってポテンシャルあるんですよ。 空中殺法もすごい綺麗だしで試合のポテンシャルも結構高いでもなかなかトップ戦線には入ってこれないやっぱりその要因っていうのはこの余計なストーリーを入れるからで普段の試合でもなんかおちゃらけが多かったりそういうところが今のファンタズモのポジションを生んでいるでもやろうと思えば年に1回超ベストバウト級の試合を 年一で持ってくるまあ、いい例で言うと、この間の竹下戦がそうですね。うん。でも結果見てください。あの竹下戦以降、結局 G1 終わってみたら、結果これですよ。まさしく今年も年一のファンタズモ。まさしくこれですね。はい。はい。なのでですね、ちょっとファンタズモに関しては、ちょっとこれから先、まだこのハウス・オブ・トーチャー対本体のストーリーが続いて、もしかしたら、また次のシリーズも、 ファンタズモがちょっと本体に不信感を抱くみたいな、なんかそういうのももしかしたら出てくるんじゃないのかみたいな、うん、なんかそういう怖いちょっと懸念があるんですけどもね。はい。まあ、とりあえず、ファンタズモに関しては、もうおめえはそれでいいや。僕はちょっとこんな感じで見ていこうかなというふうに思いますね。はい、以上です。はい、というわけで今いろいろ言いましたけども、結局何言いたかったっていうと、ファンタズモは今年の G1 後楽園ホールでの竹下戦、あの試合で 確実にファンタズモの株は一気に上がったはずなのにまた今回の件でファンタズモに対して上がった期待値を自ら下げてしまうそしてあの後楽園ホールでの相手竹下幸之助がこのファンタズモの復活ストーリーをあの試合でせっかく作ってあげたにもかかわらずこの結果ファンタズモ竹下が泣いてるぞってこと。